10代の時に青春というものを私が残せたなと思うのは霧島くらいなので、私にとってはもう一生、多分今後も俳優を続けていきたいんですけど、それでいつかこう60代とか50代になった時にこうなんか年表みたいなの作ってもらうとしたら、絶対やっぱ最初に霧島が入ってくるだろうなと思うので、そんな吉田さんがまた読んでくれたことも嬉しいし、この8年かけて出会った人や作品全部ありがとうって思えるくらい、なんかお話いただいただけで嬉しかったです。大泉さんの大好きで尊敬するところは、なんか現場がちょっとピリッとしたり、あれなんか調子悪いのかなみたいな、必要なことだと思うんです。現場でこうちょっとピリッとする瞬間って、ほがらかでいることがベストではないとは思ってるんですけど、あ、ちょっとピリッとしてるなっていう時に大泉さんがこう楽しい話で、しかも印象的なのが、大泉さんはスタンドアップコメディアンなんですよね。立って話す、絶対自分の面白話始める時に絶対立ってこうでこうでっていう、その場のなんていうんですか、勢いをそのままに伝えてくださる。だからずっとなんていうんだろう、サービス精神にあふれた、現場のその空気にとても敏感で、主演でいらっしゃるしセリフもすごく多いから、きっと今集中したいって時もあるだろうに、なんか現場のテンションがドゥーンってなるとドゥーンって上げてくれる人なので、ドラマが一緒にやりたいです。3ヶ月一緒にいたい、はい、もうめくれどもめくれども主演級のスターたちなので、毎日お腹が痛かったです。そのくらいなんかそれぞれで一本映画撮れるのにっていうような人たちが集まってしまっているので、しかも同世代といえば宮沢ひよくんと池田エライザちゃんぐらい、もう子羊3匹は大変震えております。もうそのくらい恐ろしいようなキャストの、あれ薬剤映画かなっていうようなこわもてがたくさんいるんですけども、なんか騙し合戦っていう風に、騙し合い合戦っていうことなんですけど、私としてはぜひお芝居合戦にも注目してもらいたくて、まあ私なんぞはそこにはエントリーはしないんですけど、もういつか共演したいとか、また共演したいと思ってた人たちと毎日毎日入れ替わりで撮影できることが本当幸せでした。なのでこう日本映画界、まあ映画界だけじゃないですね、俳優界を牽引する素晴らしい俳優さん方、女優さん方の演技合戦というものにも注目していただきたいです。廃刊の危機を迎えた雑誌編集長早見、一瞬で切られるぞ、こんなもん絶対無理だ、まだまだ雑誌だって戦えるんだから。熱き男に動かされ、彼らには感動、いやこの笑顔を信じてはいけない、結局この人の仕掛けにはまった。立ちはだかるクセ者たちとの騙し合いバトル、早見が仕掛ける大逆転の奇策とは、騙しへの牙。人を騙してそんなに面白いですか。めちゃくちゃ面白いです。公開決定。